りしてる。あーデールもいる。チップだった、ごめんね。チップとデールがいますね。奥ではグーフィーかな、もっと奥ではドナルドもグリーティングしてますね。比較的に午後から雨予報で歩きやすいですね。おお、クリスマスって感じ。それではハロウィンとクリスマスの間のパークを一周していきます。うわー、クリスマスやん。リーデーかわいいね。右にもいます。右がグープルにドナデチですね。左、今日も天気良さげですね。お、バナーとかも変わってるね。はい、ということで待ち時間ですね。ちょっと落ち着いたかな。さっきね、今キャストの中さんが待ち時間ボード書いて、豊間に180だったんだけど、すごい下がりました。落ち着いてるかな。まあ全体待ち時間こんな感じです。セレブレーションザシー待ちが多いね。皆様にお知らせいたします。あと15分でメディテレーニアンハーバーにおいてハピエストセレブレーションオンザシーが始まります。新しい夢の始まりを祝いに、ミッキーと仲間たち、そしてダッフィー&フレンズが船に乗ってやってきます。東京ディズニーリゾートの35周年をみんなで祝うハピエストセレブレーションオンザシー、あと15分で始まります。どうぞお楽しみに。来た来た来た、タク。Ladies and gentlemen, boys and girls、ハピエストセレブレーションオンザシー、お楽しみいただけましたか。この後も東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしください。アメフロもクリスマス一色だよね。うわー、ここも変わったね。なんかもうヴィランズはね、フォトスポットであったようなイメージがあるんだけども、クリスマス仕様になっております。ストーリーマニア付近もちょっとクリスマス仕様になってますね。お昼12時でトイマニが100分に落ち着いてます。お昼の時間だからかな。ガワテラが70分待ちっすね。ファストパスがまだ5時ぐらいなら余ってるね。あ、クリスマスツリーもうできてるんだ、早いね。こうやってゲストとかの人多いね。クリスマスツリー近くのポップコーンワゴンが列ができてました。まあ行っても15分ぐらいかなで買えるんだけど、ここねちょっと特殊で、ストロベリーなんだけど、ポップコーンバケットが可愛いんだよね。ステラルーちゃんのポップコーンバケットが買えます。まあね、そこのレストラン桜のテラス席も入れなくて、ここもね全然食べる場所少なくて、結構ね食レポねできる場所がねないんだよね、この辺。
ロックサイドステージね、ちょっとね小雨が降ってるからキャストさんが必死に吹いております、ね、ぜひねなんかやってほしいよね、アメキャンじゃなくて。それではケープコットへ入っていきます。全体的に歩きやすいですね、素晴らしい。お昼の12時だからケープコット空港かなり混んでますね。今このキャストさんが看板見えるところがあるんだけど、これすごいね列。1回目の後半の折り返しがここだね。外側から内側へ急ラインがずっと続いております。ケープコット空港がショーレストランなしだったら30分ぐらい、ショーレストラン見たいってことだったら80分待ちみたいです。クリスマスでね新しくなってるんだよねメニューが。どうしよう、何があるんですか。こちらこのランチケース、あランチケースめっちゃ可愛いですね。あでも今だけこのまたクリスマス白く、あ白くなったんですか。はい、白くなって今ですね、だかなり今これ出てますね、こちらとこちら、とあとプレートとかはこっち、あプレートもあるんだ。ちょっとちっちゃいですけどこちら。ありがとうございます、はい、あとドリンクのパックですね。プラスチックなので保温がないんですけれども、ホットは入れられるってこと、あ入れられますか。これ今日は耐熱が80度ですね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お待ちしております。トランジットスチーマーだ、浮き輪マンめっちゃ列できてるね。だいたい10分待ちかな。シーサイドスナックですね、すごく回転率いいですね。浮き輪マンがドナルドのやつに戻ってるのかな。アクアトピアっていうか、みんな雨降ってるけど容赦なく乗るんだね。シーライダーが70分待ちかな。ファストパスがもう後半ですね。おおがっつり変わったね、ロストリバーデルタ。ホセパンいるやん。ミゲルズもすごい変わったね。ポートディスカバリーからねずっとまっすぐ来ると3本目の橋が見えてくるんですけど、左に行くとレイジングに行けて、右に行くとマーメイドラグーン行けます。今回は左へ行きます。レイジングも90分待ちですね。はい、それでアラビアンコースト入っていきます。ハンドバットのお隣かな、こんな感じでお隣になってるチョコレートチュロス取り扱ってるオープンセサミですね。全部ねチュロス、チョコレートチュロスに変わっております。今まで列できてるからやっぱりいい加減ちょっとね季節のチュロスもう一箇所ワゴン増やしても良さそうな感じはしますよね。これがワゴンだけど反対側まで列できてます。ペコスビルカフェみたいに売り場増やせばいいのにね。セサミはずっとまっすぐ行くと、こちらのねアズーズバザールっていうねゲームショップにね着きます。強いゲームがあるんですけど、11月1日からクリスマス仕様に変わりました。当たりがチップとデールですね。ありがとうございます。ちょっと撮っていい？いいですよ。ありがとうございます。当たり可愛いっすね。可愛いっすよ。今日雨の日だからすってピンバッチですね。そうです、途中から雨が降ってきた。 ありがとうございます。マーメイドラムショットが結構並んでるね。ジャンピージェリーフィッシュがね動き出してますね。クロスちゃんのカリプソキッチンですね。エグレッツ。お昼の時間でね、ここ結構コスパがいいからね混みやすいかなというところですね。唯一季節のものない感じだね。全体的に見てコスパがいいよね。マーメイドトレジャーがクリスマスのガチャガチャになってます。1000円ですよね。はい、1回500円です。懐かしいな。これが今年ので15周年ので、はい、あれですね、クリスマスウィッシュでしたっけ。はい、ちゃんとここにも。あ、20周年とかいいですね。そうなんですよ。なんか早くなくなりそうですよね、今回も。結構可愛らしいので、ミッキーがお好きな方は、お姉さん的おすすめありますか。
でもやはり今年のミッキーかっこいいですよね。かっこいいですよね。なんかもうぬいぐるみないみたいですよね。そうなんですよね。一旦お品切れしてるようで、なのでありがとうございます。いってらっしゃい。第500円でね、全4種です。早く回さないとなくなりそうだよね。それでは最後にミステリアスアイランド行きます。先ほどね、カリプソキッチンで動画撮ってたら、家族連れの視聴者さんかな、あのいつも見てますって声かけられました。本当にね、こちらこそいつも応援いただきありがとうございます。はい、ということでミステリアスアイランド向かいましょう。はい、ミステリアスアイランド着きました。餃子ドックの場所伸びてるね。ノーチラスギャレーもかなり列できてて、開店2万マイルも中の方は並んでるね。センターオブジアースですね。あらかじめプレゼントします。よろしくお願いします。はい、ということです。メディテレーニアンハーバーへ戻っていきます。ここもクリスマス仕様なんだ。お花もこんな感じに咲いております。寒い時期になると本当にアイスクリームがね、全然列できないんだよね。 C はね、4つアイスクリームを取り扱いしてて、俺のおすすめはこのシーソルトアイスモナカです。次のご挨拶の準備に行ってください。おー、上手。ありがとう。私も一緒に。ほんのりクリスマスの香りがしますね。わ、めっちゃかわいい。パスケースとかもあるね。ウォッシュタオルもかわいい。ギャーハットはね、ランドとシー共通で、ファンキャップとか、特にツリーとか。このオーナメントのキーチェーンもかわいいね。鳥もビッグエイトかな。まあ、ミキミニは整列ですけど、みんな出てきております。はい、ということでハロウィンとクリスマスの間かなの東京ディズニーシーの日曜日のパークを一周してきました。あいにくの天気だから本当にね、そこまで混雑してなくて、まあ、お昼ご飯の時間だったっていうのもあるから、まあ、そこからお昼終わったら20分30分追加あるとしたら混雑度4ってところかな。イベントない期間にしてはすごいよね。これでクリスマスのイベントやってたらだってみんな来るでしょ。しかもこの天気で来てるからね、すごいな。やっぱもうクリスマス始まったなっていうのがね、混雑がねちょっとね体感します。新商品をねこの時期は毎回回りながらパーク一周してるので、こんな商品あるよっていうものがね伝われば嬉しく思います。またね、東京ディズニーシーと東京ディズニーランドイベントがね始まったら、クリスマスのパーク一周してクリスマスにね行った気分になれるような動画作っていければ嬉しく思います。今からディズニーランドの方へ食べ歩きツアーをねしていこうと思っておりますので、よかったらまた他の動画もご視聴ください。それでは終わりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下の高評価ボタンという方はチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下のチャンネル登録のボタンご登録お願いします。よかったら他の動画もアップロードしてますのでご視聴ください。それではバイバーイ。